さっきね、車の人とちょっと話したら、姫を取ってたみたいですね。それ別な人がね、この辺で、やっぱりいるのはいるんだね。これやっぱ柳ばっかり見ててもダメみたいよね。その辺が難しいところだよね。ヒメオンもね、まあまあ他のクワガタと一緒でね、樹液次第で集まる木って変わるんですけど、けどね、樹液出す木ってね、やっぱりまあ10年も経ったらね、変わる、ごっそり変わっちゃうかもしれないですけど、大体決まってるんでね、やっぱその木を見つけることが一番ねポイントなんでしょうね。ちょっとね、もう一回この辺散策していきたいと思います。ちょっとこのままね、まあ坊主で帰るのもあれなんでね、悔しすぎますからね。よし、別にそんな大量は望まないんでね、今日はまあ姫王でも赤足でもいいからね、とにかく一頭でも取りたいね。生木も周りにあるし、すごくいい環境なんですけどね。あとは虫がつく木が分かれば捕まえれると思うんだけど、いないことはないからね。私も昔ね、10日で、その時は10日ちょっとやってね、姫を取ってますんでね、こっちの方いないことはないんだけどね、なかなかいる木がね見つけられないんでね。あとあのおじさんの言うように、ブナじゃない、柳だけ見ててもダメだよっていうね。それだよね、柳だけ見ててもダメだけど、他本じゃ何を、どの木を探すのっていう話ですね。まあ大体こういうとこだとね、カンバ系の木、あとはね、柳でもね、この辺多いの、丸葉の柳もありますからね。なかなか、まあいないのか見つけられないのか、シルエットが見えませんね。これだけの規模でね、原生林残ってればね、絶対いるはずなんだよね。すごいなこれ。
こういう朽ちたところはね、お肉上がれそう。この辺もなんか巨木が倒れてあれなんだろうね、空間ができたんだろうね、後でね。結構ごっそり空間ができて、これもすごい。下は朽ちてるけどね、上は生きてるね。さすがですね、ブナも。すごいね。見事なブナですけどね。ヒメオ君はどこにいるんでしょう。あそこに見えるあれは、あれもしかしたら虫かもしれない。虫だといいけどね。ギリギリ。あ、ガモンギリギリ届かん。ギリギリ届かんね。ちょっと待ってよ、意外に高いところにいるね。これかな、落ちてきた。あ、やっと取れた。赤足だ、赤足のメスですね。はあ、やっと一頭採取できました。赤足ちゃん、はあ、いましたね。なんとか本当だ、なんとかだね。もうこれ息が上がっちゃう。やったーって感じ。あ、オスも入った、もしかしてペアで入った、ペアでついてたのかな。あ、落ちた。赤足オス。あ、上にいたのはまたペアだ。わあ、立派な赤足ねえ。オスメス。あ、なんとか坊主はこれでね、出し得ましたね。オスメスメスで。赤足だけど。下からで見えないぐらいの上にいましたね、今も。
こういうツクキはね、まだ他にもいるんじゃないかな。あ、あそこいるね、多分。あ、いますね、あそこね。あそこいますね。そう。いるけど、いるけどさ。またこれ差し込みにくいところだな。あそこにいます。あれも多分ね、明かしたらね、ここにいるけど、あ、すいません。クワガタ、はい。はい。うん、クワガタいました。はい。あそこの間なんですよね。ここのね、奥に。あ、俺見えた。おる。いますね。わしも見える。もうちょっと行か。この辺かな。うわ、入ってない。入ってない？あ、入った入った。いや、入ってない。いや、さ、入ってない。打ったもん。入ったね。うん、見えた。打ったの。パッと、プランもらった。大きいやつは。いい子当てやる。ああ、いいサイズですね。あ、逃げたんか、うん、赤足、オスメスでね。あ、逃げたんやか。さっきもいたんですよ、この上に。そう、あとから持ったらおかしいなぁ、こんな。え今日とのナンバーで、これなぁ持っとるよ、何するせよで通ったんや。はい。やっぱり、もう一人の高田子の人ももう一人やって言っちゃったわ。ああ、そうですか。もうそれは気のねえで一匹だけ、その狛江など一匹通す。ああ。これ今のは嫌っちゃうの。なかなかいいサイズですよ。そうやったらいいよ、ね、この柳におんに。まあ柳とかそうですね。大体けどわしはあのね、うちはわしはそれは払いとこないけどな。はい。あの金柳であの赤鯛や寒海を、ま、子供が今の今もご自身も手にもらってるこうな、はあはあ、それで行きよったんや。はい。これにその余興ったらテント敷いといてな、はい、ダーン叩きよって、その余興ったら今はおらんねん。このリーラーで落とせばね、この家ぐらい生きてるんか、生きてるんか。まだ他にもいそうな気がするな。ああ、いるね。いたいた、あそこにいるわ。あそこにいるけど、あれは高すぎて届かんな。うん、上歩いてるんですよね、あそこね。あれは届かんな。あれは届かんな、ちょっと。枝先をね、あそこ枝先歩いてるんですけどね。ちょっと無理だね、あれは。
そう。落とすか。あ、なんか落ちてきた。また落ちてきたけど、どこ行った？バウンドしてどっか行っちゃったよ。僕に当たってね、バウンドしてね、バウンドしてどっか入ったね。もうこの中入っちゃったね、多分。そう、また見ようと見逃した。あれ、どこ行っちゃったね。あいつどこ歩いてた。木の枝の上かな。この上だね。この木の上だね。よし。来たよ、赤足。また赤足だったね、3頭目。オス3、オス3、メス3。まあ取り逃し入れて、あれメスだったんだよね。オス3、メス4か。もういないかな。なんて言った、もういないかな。あ、来た来た。あ、オス4、オス4、押すようになりましたね。でも赤足ばっかり。この木は。
こうやってね、いる木にはいるんですよね。なんだかんだね。もっとこっちの木とかもね、全然上の方いる可能性はあるけどね。ちょっとヒメオはね、残念でしたけど、中橋はね、4ペアか、結局4ペア分はいたんで、まあ楽しめましたね。ということで、ちょっと小さいオスのが、小さいオスはね、逃がしてあげよう。この小さいオスね。よいしょ。はい、君はリリース。あ、やっと採集できて、なんか京都から来た甲斐がありました、やっとね。ああ、ここもなんかいい柳があるね。違うな。だいぶ木が大きいんでね、ちょっとあの今日の持ってきてる竿ではね、あれで 4.5 メーターだったかな。上の段にはね届かないんですよね、あれでは。ついてそうな雰囲気はあるけど、なんか蜂がいるな。 あれなんかついてるね。あそこの先になんかついてますね。出ますね。ちょっと待って。どこだったっけ。あ、この先ね。こっちからのが見やすいね。あそこにいますね。見えますか、あの、あそこにね、なんかいます。よし、もう一回ちょっとやってみるか。せっかくだしね、せっかくここまで来てね、もしかして姫王っていう可能性もあるからね。間違って姫王って。
バイクだからちょっとでもね、この長さがね、これやっぱりねネックなんでね。7メーターの竿をやめたんですけど、やっぱりでも7メーターあった方がいいよね。 4.5 だとギリギリだもんね。まああれか、ギリギリだね、ほんと。ちょっと見えますかね、ここの上、この上ね。ほら、入った。入りましたよ。いや、やっぱり赤足だ。やっぱり赤足ですね。赤足もペアですね。ほんで5ペア目。まあ5ペア目だけど、こっちのメスの方が大きいかな。さっきのよりね。こっちのメスの方が大きいかな。やっぱりもうほぼ一番上ぐらいのとこにいるね。赤足でもね。大体でもこうやってね、ワンペアついてる木がね、他にもいるんですよね。まあ、ヒメオウの場合でもそうなんですよね。やっぱりメスがいる木にね、オスって集まってきますんでね。あ、もう上ばっかり見て、首が痛い。首が痛いよ。上の方ばっかりね、見上げてると。あ、なんかついてるわ。あそこにいますね、なんか。いました、いました。あそこにね。届くかな、ギリギリいけるかな。おいおいおい、ちょっと届かんか、ちょっと届かんかな。あ、ギリ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 、よいしょ。さあ来い。あれ、ギリギリ届かん。おいおいおい、一匹入ったね、一匹入ったけど、もう一匹いるよね。あ、ダメだ。一匹しか。まあ、とりあえずちょっと一匹回収だよね。回収。うん、また赤足だね。赤足のメスです。だんだんなんかいいサイズになってくる。さっきよりもいいサイズになってきた。ちょっと待って、上にいるんかな。もう一回ちょっと外から見てみよう。メスだけだったのかな。メスだけってことはないね。やっぱり
いるよね。そこにへばりついてるかな。こいつそうだよね、やっぱ。あ、枝に引っかかった、うん、なかなかしぶといね、君。やっと入ってくれた。やっとね、観念してくれたみたい。小さいオスでした。ちっちゃいオスだね。まあ彼はリリース君だね。リリースで、おお、6だね。6ペアだね、これで。今ね、標高945メーター、まあ50メーター誤差があったからね、995メーターかもしれないけど、まあ、やっぱりね、1000メーター切ってくるとね、もうヒメオって厳しいんですよね。まあこう見ての通り、あそこブナがありますけど、もうブナがね、あんまりなくなってくるんでね。800メーターぐらいまではあるにはあるんですけどね、関西でも標高。さすがにその標高だとね、もうヒメオウは少なくなります。やっぱりね、1000メーター以上、1200からね、1500ぐらいのとこに多いような、まあ僕の印象ですけどね、ヒメオウは。さあ、そしたらね、今日の採集はね、この辺で終了にしたいと思います。それではね、皆さん動画の方ご視聴いただきましてありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。